はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、初めましての方は初めまして、ウィズです。本日もですね、ギルドバトルやっていきましょう。はい、ということで今回のお相手さんは ライエンエターナル、ちょっとエターナルは読めるんですけど、その手前がちょっと読めないですね。すいません、申し訳ない。ちょっと語学力のなさがまた露呈してしまいました。すいません、ちょっと分かりませんが、こちらの方、ですね、かなりギルドメンバーの方がですね、強いというふうに、手強いというふうに聞いてますので、ちょっとしっかりふんどしをですね、ふんどし入ってないですけど、ふんどしを、引き締めてですね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。ということで、1戦目をしっかりやっていきましょう。まずはこちらの方ですね、よろしくお願いします。で、1戦目はちょっとまあ怪しいところがあるんですけど、ちょっと毎回も同じで申し訳ないんですけど、こちらを使わせてください。勝ちたいんでね。勝ちたいんですいませんが、ちょっとこちら使わせてください。で、2戦目ですね。2戦目は、ちょっとこれはですね、おそらくトラクターも確定で、あとリナーですよね。リナーどこ行った？最強の水の壁ですよね。まあ、リナー。これがいれば、まあ、ほぼ、あ、入れがちった。これがいれば、ほぼほぼ、いけるんじゃなかろうかなというふうには思いますが、まあ、そういうふうに多めに来てて負けるかもしれないですけど。で、あとはですね、まあ、なんでもいいっちゃなんでもいいんですけど、正直、1枠はですね、リーダー枠はリーダースキー目的とかでもいいのかなと思ってます。リアスでもいいかなと思いますけど、リアスでまあ抵抗を上げるのもありですよね。ただまあここは回復が向こういないので、まあ、吸血かもわからないですけど、まあ、吸血つけてそうなやつはいないので、ひとまずジルタンでいきましょうか。ジルタンでまあ速度上げると、でジルタンはおそらく落ちますけど、まあしょうがないですね。しょうがないです。ジルタンはそういう役目だってことですね。いや強いですよ、ジルタン強いですけど、ちょっとまあそういう感じで使わせてもらおうかと思います。一斉です。あ、オリオンついてますよね。ここは一応動かしてからスタン回避したいんで、まあどうしようかな。先闇符動かしてもいいんですよね。じゃあこっちだな。はい、あ、やってこなかった。やってこなかったですね。ラッキーですね。オッケーです。ラッキーなんで、もうラッキーを頼りにですね。運を頼りに。オリオンは倒せなかったと。倒せませんでした。すいませんでした。あー、惜しい。ここでクマルが暴走しなければいけるかもしれないですね。オッケーですね。取り切ったか。オッケーです。で、で次はですね、まあ、爆弾コースケでも闇符が解除してくるんでやめましょう。で、セアラ回復しておきましょうか。そうですね。まあ、それはいいです。で、スタンの、なんだっけ、スキルの、なんだ、ギガクラッシュかなんか、名前ちゃんと覚えてないですけど、あれはまあ、使ってきてるんで大丈夫ですね。で、ここは闇符止めましょうか。OK ですね。闇符を止めていきましょう。おっと、おいいですね。まあ、今はちょっとほっといてもよかったかもしれないですけど、まあまあいいです。ああ、解除できないですけど、まあ、こっからは早々負けはしないかなというふうには思いますけどね。そうですね。あとはクマルをですね。クマル、自分も、なんか割と最近当たったんですけど、ライカとか、なんだっけ、ラカンとか、ありがたいことに持ってるので、正直、使いどころがですね、ちょっと難しいかなっていうのは最近ちょっと思うんですよね。はい、ということで取れました。ありがとうございます。で、2戦目ですね。2戦目はここでスタンを引きたくはないところですけど、どうだろうな。大丈夫ですね。OK です、OK です。で、まあ、ガレオこうなりますけど、で、ファイアブレスター飛んでくると思うんですけど、まあまあまあ、いいです、いいです。減りますね。減りますね。で、ここは、どうしようかな。ガレオンよりもこっちですね。もう、スタンしない。有能ですね。で、回復障害とかないんで大丈夫ですね。で、ここはしっかり削られていくと、あ、死ぬ。もうちょっと粘ってくるかと思ったんですけど、割かし早く落ちちゃいました。まあまあ、大丈夫です。大丈夫です。まあ、このタブ2匹がいれば、この防衛相手はですね、ほぼほぼ勝てるんじゃないかっていうのは、自分の、なんだ、持論というかですね、そうそう負けないと思うんですよね。で、またトリトンおじさんが、海のトリトンおじさんがですね、いるんですけど、まあ、この人はほっといても別に問題ないかなと。で、まあ、これトラクターの方に、縦割りが入んないんでいいですよね。本当トラクター強いですよね。本当このパッシブは純5級なんじゃないかってぐらい強いですよね。何なんでしょうね。はいはい。まあ、ニナーがいる限りはですね、そうそう負けはしないですね。で、トラクターはルーン解除でですね、破壊をつけたので、かなり使いやすくなりました。吸血破壊ですね。まあ、ルーン自体はそこまで正直いいのがなかったんですけど、まあ、かなり使いやすくなりましたね。やっぱ破壊ついたことによって。ということで、あとは、まあ、おじさんをですね、しっかりいじめていくと。
でこうはオートとかにしちゃうとあのフランケンがですねあのいらんことをスキル2のいらんカウントをしてしまうんでしっかりスキル値ですねゴリゴリやっていきましょう。まあ、こうなってしまえばもうあとは負ける要素はないと思うんで反撃ですね。おやさんのトリトンいいんじゃないですかね。反撃自分もトリトンとかあのそういうゼンターガシキャラ欲しいですね。本当に本当欲しいですね。トリトン強いですよね。本当にやっぱ剥がしからのこの絶望からのワンチャンっていうのがどっかでもいけるんでやっぱ本当に敵回して本当に怖い相手ですねトリトンって。で、まあ、この辺のスキルはまあ大丈夫ですね。やっても全然問題ないですね。であとはまあフランケンでいけるかな。 OK ですね。はい、ということで1戦取れました。ありがとうございます。ということで2戦目やっていきましょう。2戦目こちらの方お願いします。2戦目2戦目の2戦目のっていうか2パーティー目この下のパーティーですね。相手のセグメントから始まるパーティー、これはまあ多分いけるんじゃないかっていう自信がありますね。で1戦目どっちかというとちょっと運ゲーになってくるかなという気がしますね。やっぱジュノーからリテからの、なんやかんやっていう感じでなんやかんややられてしまう可能性はなきにしもあらずなんでそこはちょっと怖いですけど、しっかりやっていきましょう。ということで2戦目は正直爆弾使いたいんですよ。なので1戦目でセアラは使えないのでちょっと今回は変えていきたいなと思いますね。まあとはいえあの自分が使うパーティーはやっぱりちょっと固定化されてちょっと申し訳ないですけど、やっぱちょっと風パンはですねすごい信頼しているので風パン入れたいですね。で風パン入れてしっかり、なんだろう吸血じゃない破壊でですね破壊でゴリゴリ削るような感じにしたいですね。で一応どうしようかな、あと火を1匹入れてもいいのかなとは思ってるんですよね。もしくは回復、うん、レオもいらないのかな。もしかしたら回復キャラを1匹入れて1体入れてでジュノのまあ剥がしがあるんでちょっとそこ怖いんですけど、そうですねそういう感じにしてもいいのかなと思いますね。うん、そうしようかな。そうですね、ちょっと当初考えてたパーティーとは変わってくるんですけど、ただそれでもいいのかなという気がしますね。だレオを1回ちょっと外しましょうかね。でトラクター入れていきましょうか。トラクターで、ジュノと、まあ、水井を見ていくという感じですかね。であともう1匹は回復というかバフなので、まあ、ミハエルが度安定なのかなと思いますね。うん、これでいいかな。はい、じゃあこれでお願いします。2戦目ですね。2戦目は、ちょっとこっちは、まあ、普段あんま使わないパーティーを使っていきましょうか。ということで、まあ、セグメントいるんですけど、まあまあ、ちょっとこの子、セアラを入れてですね。であと、ハトホル入れましょう。ハトホル入れて、まあ、おそらく、セグメントはわかんないですけど、カミラと風姫に石がついてるとあんまないと思うので、これでしっかりですね、スキルをつけていってですね、デバフをつけていって倒していきたいですね。であと1体はまあ水かな、水でいければいいかなと思うんですね。なので、ここはまあバステト先生でいいかなと思いますね。まああれですね、あのなんだっけあれですね、あの爆弾小僧の人あのあダメでした。まあ、この子を入れてもいいんですけど、ただまああのワンチャンその爆弾が入んなかったりとか火力が足りなかったりした時にあの雷ですね、ボコボコにされてしまうんで、ボコボコにされてしまう未来が見えるので、これで行った方が安全かなというところで、このパーティーで行かせていただこうと思います。はい、ということでよろしくお願いします。1戦目は結構運ゲーになってしまう部分がちょっとあるのかなと思いますね。ただ、トラクターは防御ジャック入らないので、あのまあ、ミハエルに攻撃が集中しちゃうとやばいんですけど、なんとかそれまでに倒したいですね、水陸を。うん、あいやいいなと思ったんですけど、スタンドが良くないですね。あ、防御ジャックも入るか。これでも、あ、おー、痛い、あっぱっ、あぶねー、あぶねー、でも、あぶねー、順と止めないと危ないですね。危ない、これ危ない。痛い、これ痛いよ。水来るよね、OK。来てくださいよ。待ってましたよ。OK です。で、順のあれを止めたいですね、ここ。こうやれるときついですね、OK です。あ、それはいいですね。それは問題ないです。で、水井方も、そうですね、バレ持っていっちゃって、あー、こたって割り嫌だな。あー縦割り入るか痛いな、それはやめてくれ。これやばい、風パン落ちる、やばい、それ痛いよ、それは痛いけど、なんとかなったかな。あ、これはどうだ、どっちで割れるんですか、これちょっとどっちだ、これ危ねえ、これ危ないよ、怖い。そんな危険な影を犯したくないんで、ちょっともう止めちゃいますよ。ちょっと怖い、今の怖かったですね。危ない、運勝ちでした。ありがとうございます。やっぱり運が絡みましたね、やっぱり。よし、一気ですね。いいですね。やっぱ、セクメトもやっぱ意思じゃないですよね。うん。
セグメント持ってないんですけど、自分はセグメント合わせたら一生つけないかなと思いますね。です。まあ人に、もちろん人とかパーティーによると思うんですけど、自分は使うんだったら入れないかなと、つけない。あ、OK ですね。思いますね。で、爆発して、まあ、オタブスになっていくと。本当にカミラの天敵なんじゃないですか、セアラって。うん、本当に。セアラを正直引く前は結構カミラきつかったんですけど、やっぱりセアラ引いてからもう全然、なんだろう、すごい楽になりましたね、本当に。あ、まあまあいいっす。それはいいです。で、まあ、ハトホルにあれが入る分には全然構わないんで、で、これでまあ爆破で終わりかな。そうですね。で、あとはまあ、間違えた。スキル3使えばよかったですけど、まあ、剥がしやってくる可能性もあるんで、まあいいかな。結果オフライですかね。あ、やってこなかった。まあまあまあ。結果オーライですね。結果オーライじゃないや。結果が全てですけど。結果が全てなんかおかしいですね。まあまあ。ああ、入らないですね。まあ、これもここから負けるということはほぼないかな。相手の、ワイツさんのアタッカーがカミラだけだったので、まあ、カミラが潰された時点でもうほぼほぼ負けはないのかなというふうには、睨んでましたね。はい。スキルを抵抗しました。まあ、ここは別にスキルを使う必要もないので、爆破して終わりと。ということですね。はい。ということで、このパーティーは結構上からいる分には結構強いパーティーですね。はい。ということで、ありがとうございます。2戦目も取れました。はい。ということで、3戦目、最終戦やっていきましょう。ということで、全体見ましたときに、結構その右の方の方、空いてる感じもあるので、ちょっと、こちらのパーティー行かせていきましょうか。はい。こちらのパーティーですね。で2戦目は申し訳ないですけど、またこのパーティーちょっと使わせてください。しっかり、あ、間違えた。セアラじゃなくて、セアラじゃ無理ですね。はい、すいません。このパーティーですね。このパーティーだったら、ほぼほぼ多分いけるんじゃないかなという自信がありますね。で、1戦目ですけど、1戦目は、火力にまず火属性を入れたいので、まあ、ライカーを入れましょうか。で、あとは、水の受けですね。水の受けに2を入れていきましょう。で、これでまあ、ほぼほぼ硬くはなりますね。で、あとは、まあ、アタッカーの補助みたいなのを入れればいいかなと思うんですけど、ちょっと今回仕様的にですね、やっとスキルをですね、ずっと重宝してたんですよ。この1週間、2週間ぐらい。ずっと調合しててやっとスキル場になった。アッキーナですね。アッキーナ使っていきましょう。ただ、弱いです。ルーン解除これになったんですけど、いまいちルーンを作りきれなくて、ちょっとかわいそうなルーンになってますけど、一応、まあ、反撃と石、反撃2個と石ですね。一応、ラカに殴られる可能性があるので、で、一応スキル2で剥がしを持っているので、そこでうまいことを機能したら面白いかなというところですね。ただ、もちろん、やるかには勝っていきたいので、よろしくお願いします。はい。で、2戦目はこれでいいですね。はい、やっていきましょう。まあ、正直1戦目もラカン入れた方が安定しそうな気もするんですけど、こっちもラカン使った方が安定しそうな気もするんですけど、まあまあまあ、ちょっとやっていきましょう。縦割りとか作ると面白いと思うんですよね。アッキーナのスキル2で。スキル3は正直そんな使えないのかなと思うんですけどね。どうなんだろうな。うまい使い方があるのかもしれないですけど。で、ここですね。これ皆さん見ててくださいね。いきますよ。お、いいですね。ほら、見ましたか、今。見ましたか、これ。まあ、どっちみち風邪ひめりやられちゃいますけど。お、来た、ほら、か見ましたか、今。アッキーナの強さですよ、これが。すごいうまく決まりました、今。まあ、ちょっと、ライカの反撃が強かったってとこもありますけど。正直、それもありますけど。いやー、今、すごいいいですね。いい感じで決まりましたね、今。いやー、気持ちよかったですね、使ってて。いやー、よかったですよ。あー、これちょっとね、これで、おお、痛い痛い。今ので、こう、睡眠が入るとね、入んないですね。睡眠が入るといいんですけど。まあ、結構睡眠入るんですよね、先バス系って。やっぱり、スキル強いですよね。まあ、いいや。回復されるかもしれないですけど、まあいいですね。くれ。おお、来たよ、これですよ。やっぱこれ強いですよね、すごい。で、一応、回復層を入れていきましょうか。まあ、あんまり見ないと思うんですけど。で、ここで、しっかりですね、ライカ先生でですね、ドカンと。一発やっていきたいですね。よし、ライカの方が先制取れるんで、これで正義ですね。OK です。で、ここでもうバシッとやっちゃいましょう。おー、いいですね。いいですね。このスキルの、なんだろう、面白いところであり、良くないところでもあるんですけど、相手のこれなんですよね。弱化効果をミスか、気絶か防御弱化に変えるってところなんですけど、かかってるターンが、その相手のものに、バフに依存するんですよ。なんで、例えばベラジュエルとかの、スキル2じゃない、スキル3か、聖戦とか使った場合は3ターンあれ乗ると思うんですけど、その時にこれぶち当てたら3ターンとのデバフが何かしら乗るんですよね。で、あと、最近使っててこれ分かったんですけど、なんだろう、3個まで一応いけるんですよ。3個まで相手のデバフじゃない、バフをデバフに変えるんですけど、そのうちの、なんだろう、2個しか変えないとか、つまり、
クロエの無敵メイキン使った時に、無敵だけ残るみたいな、そういう時もあるんですよね。やるんだったら全部やってくれると助かるんですけど、まあまあいいです。ただ1戦目取れました。はい、2戦目ですね。2戦目はまあこちらのパーティーですね。ちょっとさっきも同じパーティーだと申し訳ないんですけど、これやっていきましょうというところですね。でしっかりこうつけていってですね、反撃をつけていっていいですね。でこれ反撃じゃないや、スキル1ですね。ゴリゴリやっていきましょう。いいですね、いいですね。でまあこっちいいかな、ここはシールドを貼っていきましょう。であとゴリゴリやっていきましょう。いいですね、いいダメージですね本当に。いやー強いですね、フランケンマジ強いですね。最近まで割とあのフランケン結構放置しちゃってたんですよね、放置しちゃってたんですけど、なんかやっぱり最近になってこう使いたい欲がですねすごい出てきて使いたい欲が出てきて、で今使ってますね、今に至ると。破壊ついてますね、やっぱ破壊するですよね、パンダは、風パンダは。本当自分もあの破壊最初つけてなくて、つけるようになってから本当にやっぱ使い方がぐっと上がったっていう感じしますね。であとはゴリゴリ、あ、まあいいや、でいいですね、スキル延長入るんでスキルには使えないと、うん、頼もしいですね。であとゴリゴリやってって、よいしょ、お、まだ生きていると。ただまあこれでもあとはゴリゴリってやって終わりですね。はい、ありがとうございます。今回無事ですね、無事なんとか、3戦取ることができましたと。3戦、うん、6戦6勝することができましたと6勝することができましたと。はい、ということですね、ちょっと危ないところもありましたけど、ありがとうございました。また次回もですね、よろしくお付き合いください。どうもありがとうございます。